さらぎ陣屋は、岐阜県各務原市にあった旗本、徳山市の陣屋である。聖は源氏と騎士あるいは、東関西坂上市の流れを組む旗本、徳山市の所領地は、美濃国大野郡徳山里であるが、美濃国鏡郡西市城、山子、霧屋、岩池、大島、島崎、野口なども所領していた。この地を治めるための陣屋である。設置当初の陣屋の名は不明である。 さらぎ陣屋の名は、この地域をさら記号と呼ばれるようになってからという。戦国時代に、織田信長の武将柴田勝家、前田敏家に仕えていた徳山の利秀は、1600年の関ヶ原の戦いでは、徳川家康に仕え、功績を挙げる。この功績により、徳山の利秀は、旗本として、出身地の徳山里と鏡群を所領する。本拠地は、 徳山里としたため、鏡群を治めるために、1600年に鏡群西市場に陣屋を設置する。陣屋の建物などの配置は、江戸時代に描かれたさらぎ陣屋図で判明している。旗本徳山市は、1868年まで12代続く。2000年、陣屋跡にて、発掘調査が行われ、堀、井戸の跡、礎石などが発掘されている。 2000年の発掘調査と古文書の、さらぎ人や図をもとにした復元が行われ、一帯は2003年、旗本徳山人や公園として整備され、江戸期人や風景が再現されている。広さ0.45ヘクタール。建物跡などの遺構は、枕木や石、植物などで示されているほか、白壁の門、復元色、池などが配置されている。また、園内には、 エゴの木や梅などの樹木が植えられている。2006年、日本の歴史公園100選に選出される。ありがとうございます。